ードはね、多分ね、ここだけですからね。で、これ宇治山で来たコーナーね、謎のスペースがありますけど、昔はここに三宮線、ね、列車が来て、で実はここから直接、伊勢神宮、お伊勢さんね、に、行く、下空の方にね走っていくバスがここに着いて、で、ここのロータリーでくるりと回ってですね、で、ここに入って着いて、そのまま、乗り換えて、あのお伊勢参りができたらしいですね。その名残が今でもここに残ってるということで、これ結構ね、昔からある戦前のあれらしいですけどね。なんでこちら側にも屋根があって、こうね、そのまま雨の日でもね、乗り降りができるという構造、ね、意外とこれなんなんやって人もねいるらしいですけど、実はねそういう名残らしいです。で、あ、ここにも書いてありますね。これ後から作ってますよね、ラミネートで。転車台ってなってますよね。そう、ターンテーブル操作。今でもこれ一応ターンテーブルとして生き残ってるんですね。そう、ここまでバスがやってきて、登ってきて、ここでターンして、そこで待機して、で、乗せて、そのまま、やってですね、下空の方ね、にゴーってしてたらしいですね。